はい、お疲れ様です。マフィーです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで2023年開幕から元気にやっていくわけなんですけど、今年もねオセロニアたくさん実況しようかなってことで、今回は2023年ファーストシーズン開幕超ゴマッパレとシンゴマップ、こいつをね回していくんですけど、まあ、やっぱこう新年明けると新シーズンということで新御三家がやってきました。ギルガメッシュ、エンリル、エアっていうね超ゴマのこの御三家がやってきて、でこういう御三家っていうのはいつも進化と投下あって新スキル持ってるっていうのがあるんですけど、あのちゃんと持ってますと。新スキルもあるし進化も投下もあって、で今回はこの S ゴマ3体だけじゃなくて A ゴマも3体追加されてるので、こやつらの性能を解説した後にガチャを回していこうかなと。でかけらもたくさん取ってきたんで、たくさんガチャを回していこうかなと思うわけなんですけども、結論から言うと今回の新超ゴマはめちゃくちゃ強いかって言われるとそんなことはないのかなっていう印象です。でまだ今のところね、あのさっき配信してそのカタログスペックだけ見て、っていう判断なので使ってみないとわからない部分もねたくさんあるんですけど、どうかご了承ください。あの引けたら動画ねしようかなと思いますんでよろしくお願いします。まあ、さっきまで配信しててそのまま顔出しで動画撮っちゃうというね、そういうテンションでやらせてもらってるんでどうかお願いします。で今回なんですけど、まあ、ギルガメッシュから見ていきます。進化のギルガメッシュなんですけど、こいつが召喚スキルを持ってるんですよね。でキャラクターボイスが中村雄一さんっていうのが個人的にもう刺さってて絶対欲しいなって思ってるわけなんですけどね、召喚スキルです。こいつを盤面にリーダーで盤面に出した時に、 あとあの神探偵条件があって出した時に3体この神の両腕を召喚します。でコンボスキルがボルトヒールで減少していないほど雷撃の2500、減少するほど2500の回復をやってくれますと。で召喚する神の両腕は2ターンの間250の雷撃を与えて、でコンボスキル持ってて分身を召喚するって感じなんで、まあ、いわば神探版のメルベユールみたいな性能してるわけなんですよね。うん、でこういうね召喚系っていうのはまあ大体低コスト環境だと強いって話なんですけど、まあ、ちゃんとねカップ戦でもコスト、5は上がるっていう風に案内されてるので、その点は心配ないかなと思います。で使っていくならシーズンマッチっていうところで考えた場合に強いかどうかで言うと、まあ、ちょっとね使ってみないとわからないなっていう部分はあるんですけど、個人的には、まあ、めっちゃ強くはないのかなっていう気がしますね。っていうのがこの神の両腕が250の雷撃を2ターン与えるってことなんですけど、こいつをね例えば先行初手だと打ったら、750、3体召喚されて雷撃与えますと。で高校でも初手に打って 2体出て500与えられるってことなんですけど、まあ、雷撃っていう火力はねめちゃくちゃ優秀なんですが、この両腕を召喚するってことは基本的には両腕で神駒を増やして雷撃で、与えていくというね戦法になってくるかなと思うんですけど、あのフェイルノートとか他の召喚駒とまず相性が悪いっていう感じで、この神の両腕じゃなくてフェイルノートを召喚した場合はそのフェイルノートの召喚駒が優先されるという感じでね、まあ、それはそれでねあの雷撃でダメージ与えて強いかなっていう感じなんですけど、ギルガメッシュをリーダーで強く使っていくんだったらば、やっぱりねこの神の両腕で火力を出しつつ、他の S ゴマとか特に A ゴマの構成としてはガブササキみたいな感じで、あのガブササキって自分の神ゴマ依存で火力出していくようなゴマが多かったんですけど、そういう感じのゴマをたくさん入れるといいっていう設計になってると思うんですよね。うん、なんでこの両腕自身の火力だけで見ると250って考えた時にメルベユールだとね、火力が350とかだっけな、なんか普通に1体につき、結構そのアドバンテージっていうのが大きいんですけど、両腕自身のアドバンテージっていうのは少なくなってるんですね。まあ、そこをガブササキみたいな英語間とかでその取り巻きで頑張っていくっていう性能となってます。ギルガメッシュが強いっていうよりはギルガメッシュを使ってその取り巻きがどこまで頑張ってくれるかっていうことになってます。なんでガブササキをねあのガチでやってた人とかは結構その英語間とか S 語間とか揃ってる人はうまく使っていけるかなって思いますね。ただガブササキに言えることなんですけど、基本的には特殊ダメージが火力のコマが多いんですよ。なんで結構メタなんかも貼られる感じはするので、普通のその神探系の火力を出す系デッキだと、まあ既存のデッキだとね転結とかもあるんですけど、正直転結でいいのかなっていう気はしなくはないです。召喚もしちゃうので火炎とかに対しても相性が悪かったりとかもあるので、普通にディートリヒ転結とかみたいな感じの動きになるんだったらそれはそれでいいかなっていう感じはするんですけど、あの一応相性のいい駒は紹介しておきます。このやっぱガブササキみたいなあの感じで使えるって考えた場合、神駒依存の駒なのでやはりねラファエルじゃなくて何エルだっけ、ちょっと何エルかど忘れちゃった、あのあなんだっけな、あの英駒、まあ大体ガブササキで使う、まあもうこれ逆にもうこっちから見せてるわ、もう こっちのねあの神ササキデッキ、これに入ってる駒は大体相性いいです。はい、これに入ってる駒は大体相性がいいと。特にプシュ系なんかは5000出せるんですよ。特殊で5000出せる。でコンボも5500出せる。ただ神駒たくさん出てないといけないから、こいつを出すにしてもフィニッシャー系統の性能になるんですけど、
そのタイミングでどこまで、軽く出していけるというか、そこまでそのバーストまで持っていくって感じですね。うん、そこまでやれたら強いんですけど、その道中としては雷撃の火力っていうのはめちゃくちゃ高いわけでもないので、まあ、そことの組み合わせでどこまで跳ねられるかっていうのがちょっと使ってみないと想像つきにくいので、ちょっと分かんないですね。あとはココなんかもいいと思います。ココは雷撃ダメージで火力を出すので、その点がね、個人的には強いかなって思いましたね。やっぱその神ゴマゴマ以上で2ターンで2400与えるって感じなんで、 それが雷撃なんで火力として非常に高い。言うたらバフォメットより火力出るんでね、こいつ1枚その2ターン打ち切れば。なんで、あと、まあ、メタリーにくいんでね、雷撃っていうところが。なので、非常にね、ここもいいと思います。ここ持ってる人はね、絶対使いましょう。あと、英語マなんかは、まあ、大体この辺のコマが相性いいかなっていう感じですね。まあ、これを参考にすれば大体 OK です。ちょっと一つ一つ説明すると、時間かかりすぎるんで、ちょっとここら辺にしておきます。はい、ギルガメッシュは、ガブササキっぽいコマ で、かつ、もともと持ってた、なんかその、メイティスみたいな雑なコマも入れたっちゃいいのかなっていう感じの性能してます。はい。で、次10日のギルガメッシュなんですけども、これが新スキルとなってて、オルタナカウントっていうんですよね。で、まずコンボ4800ライフバー持ってて、でオルタナカウントが、このカウントの場合ですね、ひっくり返した枚数が奇数か偶数かで火力が変わります。で、奇数の場合だと自分の神駒に依存して800の特殊ダメージ最大4000で、偶数の場合だと表になっている5ターンの間は900の特殊ダメージを与えるというものなんですけど、まあ、そもそも発動条件として神探っていう条件がありますと。でその上で奇数で火力出す場合は最大4000 で偶数で5ターン打ち切れば4500出せるっていう風に書いてます。でこれはどういうことかっていうと、罠回収みたいな感じで、序盤から引いて変置きして、偶数で変置きして、継続ダメ狙っていくっていうようなやり方を取るか、もしくはフィニッシャーになるっていう性能になってます。なんですけど、これはね、そんなに強くないと思います。まず神探条件ってなったら、他に強い駒っていうのはたくさんいる中で、そこの競合でやっていけるかって言われるとまず怪しいと。まあ、アタックが高いのはまずいいですね。ウィブサニアとかに比べるとアタックちょっと高めになってるのは強いかなと思いますね。はい。なんですけど、使い勝手がね、やっぱちょっと悪いのかなっていう気がして、ね、例えばこいつフィニッシャーの方で使いたいってなったら奇数じゃないとダメじゃないですか。で、2枚返しでこいつでフィニッシュしたいってなった時に偶数の方になっちゃうので、フィニッシュしたいタイミングでフィニッシュにならないみたいな感じでモニョることがあると思うんですよね。モニョる、これモニョります。はい、このコマ多分モニョります。4枚返しだけど、4枚返しでフィニッシュしようと思ったら火力低いみたいなことになるんですよ。なんで個人的にはそんな強くないのかなっていう印象ですね。ウィブとか使ってもいいのかなって。だから他の神超駒とか持ってない人で神探条件の駒は使いたいってなってね、その火力出したいとかあるんだったら、まあギルガメッシュ使ってあげてもいいんですけど、スペックだけで見るとそんなに強くはないかなっていう印象ですね。最速で変に置けたりした時に、まあ、強いかなっていう感じはしなくはないんですけど、別にギルガメッシュじゃなくてもいいのかなっていうか、そもそもね、両方特殊ダメージなんで、代わりの駒はいくらでもいるかなっていう印象です。なんで使うなら進化にして、新しいリーダーという感じで運用していくのがいいかなと思います。で次エンリルですね。エンリルはマデッキ条件、マタンでは使えません。相手のキャラコマ1枚につき最大 HP の 4% 削って最大 14% 削り、でコンボスキルが相手の HP 最大、キャラコマ1枚につき 3% の最大 14% 削りという感じなんですけど、まあ、コンボは金魔門のコンボみたいな感じですね。まあ、金魔門のコンボ 15% なんですけど、そこ 1% いって 14% と、両面で 14% のダメージ与えて、で、魔の S ゴマの割には HP も高くてアタックも高いっていうのはね、なかなかいいですね。まあ、アタックもまあ悪くないのかなっていうか。ただ、魔探の時に使えるサスター社とか、魔門に比べるとアタックはちょっと低めに設定されてるんですよね。まあ、そこはちゃんと調整されてるのかなって感じですね。で、14% 削りっていうのはまあシンプル強いですね。例えば相手がメルベとかの対面でこいつを出しておけばもうすぐに火力出せるんで、まあ、両面特殊っていうことを考えるとメタとかも多いんですけど、悪くはないかなと思いますね。シアンとかメルベ対面結構最近多いので、そこら辺で火力を出すのは悪くないのかな。ペトラを使ってる人はエンリルに変えるっていうのはありかもしれません。こっちの方が火力が出しやすいような場面もあったり、しなくもないので、まあ、ペトラもね、神駒っていうところなのでちょっと使い分けになってくると思うんですけど、アタックとか含めるとね、エンリル火力相当高いと思いますね。だから
マスリーマデッキとかでペトラも入れちゃってるって人はペトラをエンリルに変えるっていう方向性でもいいかもしれませんね。ちょっと HP とか下がっちゃうんですけど、まあ悪くないかなと思います。でバフォメットとどっちが強いかって言われると、正直その状況次第という感じなんですけど、まあ、コンボはバフォメットよりもあの最大火力出るっていうのがあるので、バフォメットは確か 13% とかじゃなかったっけなっていうのがあるので、まあ、シンプルにね火力だけで見るとエンリルね大体の対面であの大きく火力出せるので入れちゃっていいと思います。普通に強いと思います。マデッキの強化になってくるかなって思いました。まあメタも多いんですけどね。で10日のエンリル、こっちがオルタナボードですね。さっきの、オルタナカウントとは違ってボードカウントしないので、盤面に置いた時に、どっちになるかっていうのが作用されるという感じなんですけど、まずコンボがですね、4000のベロムヒールですね、 HP が減ってないほど4000ダメージ与えて、減ってれば3600の回復っていうのを、倍率でやってくれると。で、このカオスストームなんですけど、すいませんね、はい、内周に置いたときにカウンターになって、外周に置いたときに罠スキルになります。で強いかどうかでいうとそんなに強くはないです。やっぱね全体的に言うんですけど、このオルタナ系統は上級者向けのスキルと思ってます。なんでこのオセロニアをね年明けで始めたって人は、とりあえず進化にしておけばいいのかなっていうのは全体的にいるんですけど、カウンタースキルっていうのはね圧にはなりますね。結構そのカウンターのダメージも大きいので 140%、 まあ貫通とかは、まあ、考えちゃダメですね。やっぱこういうタイプのデッキっていうのはスキルなので、 まずそもそもスキルが全部貫通で終わっちゃうっていうのはあるので、そういう弱点はあります。で、まあ、要はカウンターで盤面に出して圧力与えてコンボ強いっていう風にね、相手に圧与えるか、まあ、適当に辺に置いて相手がなんか例えば、まあ、ヒュップとかバイセとか置いてるときに特殊ダメージが発生したようなタイミングでこいつを置いてカウンターその罠によるダメージを狙うかっていう使い方になってくるんですけど、まあ上手い人が上手いこと使えば刺さるんですけど、そうじゃないと刺さらないっていう対面が多いので、そんなに強くはないのかなっていう印象があります。で、このコマなんですけど、まあ、一応罠スキル持ってるので、リペアとかの対象に取ることもできるんですけど、ただ罠で使っていくんだったらばシンプルにリーダーとか使ってもいいのかなっていう感じはするので、まあ、盤面に雑にも出せる罠だよっていう感じでアレスリーダーとかで使っていくっていうのが個人的にはまあ普通にいいかなっていう感じはしますね。で、ただこれ気をつけてほしいのがカウンタースキルって言ったら相手のキャラゴマの横に当てて、でそこで取らないといけない状況を作って、でも取ったら取ったでカウンターでダメージを与えるっていう打ち方があるんですけど、このコマカウンタースキルなんですけど内周じゃないと発動しないので、相手の辺置きに当てて使うってなったらこれ罠ゴマになってしまうので、その点注意です。こいつちゃんとね内周に置かないとカウンターにならないので、だから適当に内周にカウンターでバッて出して、まあ、コンボを狙っていくか、辺に罠出して罠ダメージ狙っていくか、まあ、そのコンボを狙っていくかっていう使い方になってくると思います。で罠スキル持っているので使うんだったらば、まあ、リーヤとかと荷積みしたアレスとかで使っていくと強いかなっていうのが個人的な印象ですね。はい、そんな感じです。で次エアですね。エアは貫通スキル持ちですね。この貫通スキルなんですけど混合デッキ条件で使えて 1.7 倍からスタートし、チャージで 0.2 ずつ加算されて、で0.2 加算されたら 1.9 で、さらに 0.2 加算されて最大で2倍出せるというものです。でコンボスキルが 1.8 倍から2倍の間で、攻撃力を上げて、スキル発動時の場面のコマ総数が大きいほど多いほど効果が大きいというものなんですけども、まあ、これはですねバハムートみたいな感じの、竜の S アタッカーなんですけど、まず大前提としてシーズンマッチで使うってなった時にバハムートとこいつは一緒に使えません。そういうね、ルールになってます。でバハムートに比べると HP が高くて、でコンボなんかもね 1.8 倍から上昇なので、なかなかいいのかなっていう感じはするんですけど、結論から言っちゃうと個人的にはバハムートの方が強いのかなっていう印象があります。なんでかっていうと、やっぱチャージだからですね。こいつをトップで引いたときに 1.7 倍の状態でだいたい4250ぐらいなんですよ。で、1チャージした後の 1.9 倍の状態で4750でだいたいヤマタのオロチぐらいの火力になるんですね。で、最大火力の2倍で5000の火力が出せる、5000ちょっとの火力で出せるんですけど、バハムートは最大火力で5288出ます。で、トップ引きでもすぐ火力が出せます。HP だけで見るとバハムートより800高かったり、コンボの強さとかもあるんですけど、そういう取り回しの良さはあるんですけど、序盤に引いてればエアの方が、まあ、強い場面もあります。コンボの強さで考えた時に雑に置いて他のアタッカーとつなげるみたいなことができるので、あと HP 高いんでなんですけど、やっぱ混合デッキっていう強みを考えた時にトップバハで勝ちっていう状況、火力こそ正義っていうのが結構あるんですよね。
なんで個人的にはバハムートの方が勝率が高くなるのかなっていう印象ですね。でもかといって別にエアが弱いわけじゃなくて、まあバハムート持ってなくてエア引いたって人はエア使っていくのもありかなっていう感じはするんですけど、まあこれも使ってみないとわからないですけどね。ただ、まあ、個人的にはバハの方が強いと思いますね。やっぱシンプル火力が高いんで、バハムートの方が、火力高くて即出しできる、チャージじゃなくていけるって感じなんで、やっぱチャージスキルってなるとどうしてもチャージで天下取った駒ってなかなかいないんでね。この手のタイプのチャージで、まあ、チャージにチャーリューとかはまた別の話として、サブアタッカーチャージで天下取った駒って僕は今のところ知らないんで、あんまりまあバハムートぐらいじゃないかなって感じはするんで、個人的にはやっぱエアじゃなくてバハムートの方がいいかなって思います。で、10日のエア、こいつはこれもオルタナボードですね。内周に置いたら貫通 2.6 倍、外周に置いたらコブの 2.4 倍です。で、コンボスキルが自分の竜駒1枚につきアタック 1.3 倍になり最大 1.9 倍というものなんですけど、ですね、まあ、貫通になるかコブになるかっていうどっちも選べるんですけど、他のね、この暗黒で使えるっていうまず発動条件がありますね。手駒2枚以上の呪い状態なんで。で、貫通のアタッカーだったらメーレンで、コブのアタッカーだったらゲーボルグっていうキャラ駒がいるんですけど、そいつらよりは火力は控えめになってます。まあどっちか使えるって感じなんで、ってなった場合にどっちが強いかって言われると、まあ個人的にはね、まあ枠がないのかなって気がしますね。まずそもそも暗黒のアタッカーっていうのはもうシェンメイが最強なんですよ。まあいつは超える駒っていうのは個人的にはないかなって思ってるぐらいで、シェンメイと一緒に使うんだったらメーレみたいな、そう、アンチヒル対策でシェンメイ連構築っていうのがあるんですけど、なんでこいつの比較はメーレンかゲイボルクになってくると思うんですけど、メーレンかゲイボルクかで言うとやっぱ火力が少ないので、どっちかっていうとこの2人が、優先されるかなっていう感じはします。まあ、火力が低い分貫通かコブか選べるっていうのが強いんですけど、選べてもやっぱその貫通したいタイミングでコブになっちゃったり、コブしたいタイミングで貫通になっちゃったりっていう状況が、外周以外のマス、外周のマスとかで結構その分かれてくるっていう感じはするので、まあ、使い勝手を考えると使い分けできるんですけど使い勝手が悪いっていうね、なんかちょっとこう、ややこしい感じの性能っていうかね、もどかしい感じがするかなっていう感じがするので、個人的には、まあ、こいつもそんなに強くないかなっていうか、今回新スキルのオルタナは、まあ、全体的にあんまり強くないのかなっていう印象があります。上級者向けっていうイメージですね。どっちかというとね、はい、まあ、ちょっと使ってみないと分かんないんですけどっていう感じですね。まあ、全体的に進化が強いですね。個人的にはギルガメッシュとかエンリルあたりが、まあ、使ってみたいかな。まあ、エアはね、やっぱどうしてもね、バハムート持ってれば同じことができるっていうイメージもあって、そういう価値的な部分でもちょっと控えめになってるのかなっていう感じはしますね。別に強いんですけど、強いんですけどっていう感じですね。当たりは、まあ、エンリルかギルガメッシュかなっていうイメージがあります。一応この英語マたちもしっかり紹介します。エミリオ、これ転結デッキで使えますね。転結くさび3本以上の時になった時って3本消滅させて、消滅させたくさび数かける800の雷撃ダメージ、まあ、2400出せますって感じですね。で、コンボスキルがボルトマギアの1600と2000っていうことなんですけど、まずねステータスがね良くて、HP は低いんですけどアタックがちょっと高いんですよね、神の英語版の中だと。なんで火力がね割りかし出るっていう感じです。スキル2400の雷撃ダメージ与えられるって書いてるようなものなので、まあ、くさび消滅っていうその消費はあるんですけど、まあ、使い勝手自体はいいと思いますね。くさびってその逆に消費した方が強い場面もなくはないんですよね。その逆にね、相手に踏まれるぐらいだったら消滅させて雷撃与えた方が強いっていう場面もあるんですよ。そう考えると、入れちゃってもいいのかなっていう感じはするんですけど、ただ高コストで絶対に必要かって言うとそうでもないかなっていうイメージありますね。一応初手出しで使えないっていう弱みがあるんで、なので、まあ、なくてもいいんですけど、まあ、あってもいいかなっていう感じの性能です。はい、で次アイリスですね。マデッキ条件で800吸収とコンボが800スタートで、相手のキャラゴマ1枚に次200上昇、最大1800、相手のキャラゴマ5枚で1800の火力出せるってことなんですけど、こいつはそんなに強くないです。使うならシーズンバッチじゃなくて低コスモ系環境かなと思います。やはりねスキル吸収っていうのが暗黒に刺さらないのと、800吸収っていうのもめちゃめちゃ大きい数値でもなければ、コンボスキルの1800特殊っていうのも大きい数値じゃないです。高コスト帯のそのシーズンバッチとかだとあんまり使わなくていいのかなっていう性能です。個人的には低コスでカップ戦とかで、有機マイナスの時にデイワンが来るかなっていうイメージです。次リロ&レル、これツインスキルですね。で竜獣以上で使えて、駒の周囲の通常マスをランダムで2個ダメージを適用のダメージビーマス年間と、でツインなんでどっちかで使います。周囲火炎を2ターン中火でやるか、
直前に置かれてる相手のキャラゴマを氷結して氷結カード1増やすかって感じなんですけど、強いと思います。これな、あの発動条件が特にないっていうのが良くて、まあ、普通に周囲回で使っていくっていうのもいいんですけど、あのこのリロ&レルはね、あの直前に置かれた相手のキャラを氷結できるので、氷結ってコンボスキルとかも消せるんですよ。一ターンとはいえこれで結構持ちこたえられるんで、まあ、普通に氷結スキルっていうのが良くて、で直前の相手のターンに打たれたっていうのがすごいね、いいんですよね。マロニーみたいな感じです。ただマロニーと違って1枚返しっていう条件もないのでめっちゃ使いやすいんですよ。はい、なんで普通に火炎デッキの、防御札として機能、しっかりしてくれるかなって感じで強いと思います。でこのキャラゴマなんですけど、一応ねヤンドーラと、マナリアが一緒に使えない、まあ、もしくはエデッサ A ゴマリーダーとや、まヤンドーラが使えないっていう風に、今年からその新シーズン入ってからスキルバッあの同デッキ制限がかけられてるので、そこのヤンドーラの幕はこのリロ&レルで保管していくっていうのが、まあ、あの火炎デッキの今後の流れになってくるかなと思います。普通に強いと思いますね。はい、っていう感じです。ちょっと性能解説だけでねめちゃめちゃ時間食っちゃったんですけど、こっからガチャ引いていきます。ちゃんと松パックも買ってきたんでね、引きます。はい、ちょっと顔出しで動画撮ってるせいか、ちょっといつもより声のトーンがねハキハキしてる感じするかもしれなくて、ちょっとねあの違和感感じてる人もいるかもしれないんですけど、どうぞかご了承ください。さあ松パック引いていきますよ。個人的には超駒はシアンとヤタガラス持ってないので、この辺も狙い目です。でシアンが27枚でコインメダル交換できるので、そこにああ、マジ出た、しゃーい、やった、シアン出た。え、もうメダル交換しなくていいわ。俺ね今回の超駒はシアン欲しくて、あのシアン27枚って見た時に27枚までに超駒全部拾いたいなっていうぐらいの確保してたんだけど、松パックでシアン出たわ。あっちー、やったんで松パック2枚買ってるんでね、もう一回いきます。あつー、シアンやっと使える、やっとこれでわらしべシーズンマッチ復活だ。俺わらしべシーズンマッチ最近やってなかったの、シアン持ってないっていうコンプレックスからやってなかったところあるんで復活です。あざすあざす、シアン引きました、あざす。で、マスパックこっちは、ああ、オッケーオッケー、ガブっすね。あんだけガブさせきで、なんだなってね、名前だけ出させてもらってガチャでもちゃんと出てくれると、はい、ということで、いきます、お願いします。はい、これ超駒確定きました。はい、超駒確定で何が出るのか、やっぱ新超駒欲しいっすね。ギルガメッシュ、エンリル欲しい。まあエアは1体でもいいかなって感じかな。まあ、でも今回新長駒は別に全部1体でもいいかなって感じはするんですけどね。あ、エンディル、おお、ちゃんと進化前のイラストあるんだ、かわいいね。おお、トール来たよ、トールトール、お前スキルバッジ解除いつされるんだっていう感じなんですけど、楽しみ。今回の新長駒早く使いたい。まあ、あくまで今回のその姿勢の解説はちょっと前評判なところあるんで、ご了承いただけるとって感じです。はい、ブルッタ今回S ゴマの排出率 9% なんでね、大体出てくれるんで、安心してます。はい、パンドラね。あ、OKOKOK。まあ、しっかり超駒さえ出してくれればって感じ。で、今回35枚で、1体の交換で、40枚で、セット交換っていうのができるので、どこまで回すかって感じなんですけど、正直言うと2月の周年イベントなんかも控えてるんで、まあ、悩んでるところはある。周年でたくさんかけら使いたいっていうのもあるんでね、悩みどころなんですけど、はい、お願いします。あ、はるまるね、まあ、引きいいっすね。うん、引き普通に、はるまるは普通に。ただそうじゃないんですよね、やっぱはるまる1年前なんで、2022なんで、これはもう新しい年にね気持ちをもう切り替えてるんで、ちょっとやっぱ新シーズン新超駒欲しいわけなんですけどね、ちょっと出てくれにゃ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 出ないんですよね。まあまあまあ、で今回ギルガメッシュの声優さんが中村雄一さんなんで、もしかしたら中村雄一さんボイスをすることによって弾けるかもしれない。ちょっと今からやってみようかな。ワールドトリガーのジン雄一引きします、この後。あ、これちょっと S ゴマ出てないんでスキップします。あ、 OKOKOK A ゴマ回収。一応ね、配信前も、配信の時にもちょっとだけ弾いてたんですけど、これで英語間は全部回収できたかなって感じです。はい。見つけます。
よう、無事かメガネ君。ここで身長がバカ出る。俺のサイドエフェクトがそう言ってる。来い。出ませんでした。サイドエフェクトぶっ壊れてます。ダメでした。メガネ君。よう、無事か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 無事なのか、メガネ君。はーい、腐ったみかんのバーゲンセール、来い来い、頼む。まあ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 、まあ、何年前だよと。もう4年前だよ、2019年なんて。いや、身長5は出ねえな、出てほしいな。はい、はい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 、まあまあ、まだ引きますよ、まだ俺かけられるんでね、引きます。お疲れ様さ、お疲れ様ランチ、頼む。はい、エスゴマ 9% で出るって聞いてるんですけどね、羽振り悪いよ。はい、これサービスいきまーす。これ何回サービスいった、これ。おい、虹のかけら。この星のかけらじゃなくて虹のかけらが購入することもあるんだね。虹のかけらは S 角です。頼む。この反射で、光の反射で分かるだろう。S ゴマが出てることが。ヤマタのオロチ。ヤマタのオロチ。はい、お願いします。はい、虹のかけら。まだ身長が出てないの、やばくない？普通にまだ一体も出てないよ、これ普通にやばくない？お願いします。ブルタ頼む。1枚、はい1枚。ちょ、身長が欲しい、マジでマジで欲しい。ちょっと名前すら思い出せない、なんだっけ、ロレーラです。いや違うのよ、ちょっともうほんとね、もういい加減にして。まあでもマツパックでね、シアン出てるから正直引きめっちゃ強いんだよね。正直引きめちゃくちゃ強いんだよな。だからでも、だからって身長ゴマを諦められるわけじゃない、ちゃんと。まあまあまあね、あのね、 S 演出がないのはね、もうマジで論外、マジで論外。まだ引くよ、こんなところで終われない。俺執念もあるからな、これもしかしたら40メダル貯めて各1体ずつ取る羽目になるかもしれない。天井組になるかもしれない。もうやだ、天井組は、天井組だけはやだ、絶対にやだ。アベルンバジリスク超ゴマの10日解放おめでとう、お願いします。はい、はい、はい、マジで出ない、マジで出ない。来た、これ出ました、星のかけらです。これ来ます、ここ新情報出ます、一気に2体ぐらい出ます、お願いします。なんなら3体全部出ます、いやなんなら6体。よく待ったか、あ、でも2体出た、2体。はい、シェンメドキシール、シェンメドキシール。ちょっと待ってね、あの一回メダルがどれぐらい溜まったか確認します。15ポイント、 15? ってことはここで折り返し地点か、えぐいな、全然足らねえ、全然かけらが足らねえ。はい、星のかけら、お願いします。マジで身長が出てほしい、本当に出てほしい。できれば35枚で1体交換にして、で残り2体取ってればね、かけらの消費量を抑えられるやん。それでいきたい、正直言うと。 OK、 頼む。ペトラ、ペトラトゥールラ、めっちゃ息強いけど、めっちゃ息強いけど、お前らちゃうねん、過去の遺産お前たちは。まあ、今も強いけど未来を見ろ。まあ、俺ポケモンスカーレット買ったからちょっと過去変え見てるかもしれないけど、未来見ようぜ。
未来最高、未来最高。ちょ、お姉さん、ちょ、たまました。ちょ、やばい、爆死すぎん、さすがに。よしよしよし、ちょ、この演出にね、二回りするのも何回目だって話なんですけど。はい、ブルッタ頼む、マジで出て。はい、1枚来い。エアちゃん来ました。エアー、エアーあったぜ。エアー来たぜ、ありがとうエアちゃん、マジでよかった。一体出たわ。こっからっすよ、勝負は。こっから勝負、マジこっから、マジでこっから、本当にこっから。残りの超駒も引きますから。あ、ブルタ、ちょっと待って、頼む、うん、頼む、ガセ頼む。1枚、1枚出会い頭。はい、はい、ベリアルね。マジで過去、過去の駒、過去ばっか帰り見てる。過去は帰り見ない。サービスで超駒確定なんてことあっていいんすか。お願いします、お願いします。2枚も来たよ。まあ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 、2体目ね、オッケー。いやでも違うのよね、別で出てほしかったね。まあ2体目嬉しいんだけど、35枚で交換って時にね、その種類別で分けれるからさ、最悪進化10日でその使い分けみたいな感じで。まあ嬉しいよ、でもめっちゃ嬉しい、ありがとう。あいー、あいー、はい、エアだけでした。エアだけってことで、ポイントは6ポイント。6ポイントだけ、そんなことある？え、6ポイントしか溜まってないの？嘘でしょ、こんだけ引いて。28、40まではあと12。めっちゃ引かなあかんや、やばいね。まあでもちょっと動画で引くのはここまでにしとこうかな。どうしようかな。いや、引くでしょ。カット。はい、追加してきました。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。あんまり引きたくなかったんだけどな。まあ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 、ここまでね、超駒出てないんで。まあでもね、ここまではね、正直ね、俺いつも確保してるんですよ。毎回そうですよ。毎年大体これぐらいまで苦戦してる。うん、正直ね。いつも来た。正直ね、苦戦してるところあるんですよ。もう確保してます、この程度は。じゃあお願いします。ラニー。まあ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 、このここまではね、覚悟してるんですよ、全然ね。あれ、いや、ここまで来たら俺40枚まで貯めたくない。35枚で終わらせたい。各1体ずつっていうか、正直今回多分2体もいらない気はするんで。ああ、めっちゃ出てる。これ絶対出たでしょ、1体ぐらい。なあ、全部違うってことはないでしょ、お前。なんで全部違うの。こんだけ演出来て、3つも出て全部違ったぜ。俺でもこの演出に何回ね、何回俺はこの演出にぬか喜びしてきたか、分かってるぞ。分かってるけど、やっぱ星のかけらが入ったら、人間喜ぶもんなんで、ちょっとお願いします。2枚。イズ、俺イズーナ持ってなかったわ、嬉しい。そうだ、俺イズーナ持ってなかったわ、これ普通に嬉しいわね。シアン、シアン、シアン2体目、シアン2体目、シアン2体目。嘘、アビスでも使わせてもらえるんですか。これめっちゃ息強いじゃん。アビスでも使わせてもらえるんですか。で、俺ちなみにまだヤタガラス持ってません。ヤタガラスも軸に持ってない。引けたら嬉しい。マナデッキ使える。頼む。新チョコマ欲しい、新チョコマ欲しい、新チョコマ欲しい。でもイズナは普通に嬉しい、イズナはマジで嬉しい、イズナは本当に嬉しい。でも新チョコマも欲しい。エンディル来たー、よかったー、よかったー、マジでよかったー。これポイントのいくつ今。4ポイントね、オッケー、4ポイントね。これあれか、サービス分ってポイントに含まれないのか。じゃああと1周引くか。あと1周引いております。これで35で交換して終わり。あるよ。
これね、うまくいけばギルガメッシュが出たらヤタガラスをメダルで交換っていう、で今までの超駒全員ゲットっていう最高の展開もある。ギルガメッシュ、ギルガメッシュ、イズーナの2体目、イズーナの2体目、進化投下両方使わせてもらえるって本当ですか？ありがとうございます。俺幸せもんです。いや今回でもめちゃくちゃ引き強いな、正直言って。お願いします。正直引き強い、認めてやるよ。俺の引き強さ、引きの強さ認めます。お願いします。これは何かの間違いです。頼む。はい、はい、星のかけら。あとね、新春ガチャも来ると思うんですよね。あんまりね、かけら使いたくないよね。ゆいギルガメッシュ、イズーナの3体目、ハットトリック、謎の奇跡。じゃあこれラストにします。これガチでラストです。これで、一応36枚になるので、別にさっきので止めれるんですけど、あのサービス10連も控えてるんで、これと次のサービス10連で終わります。で一応これ星のかけら出てるんでね、分かってます？ヤタガラスかギルガメッシュが俺にとって一番嬉しい。エア3体目持ってます。エア3体目です。じゃあさ、ラストこのサービスで終わります。一応もう一周したら全超駒今回あの一式セットでもらえるんですけど、まあなくていいかな。あ、ブレた。まあできればエンリルの2体目も嬉しいっちゃ嬉しいよ。ギルガメッシュの1体目が一番嬉しいけど、マンドラゴラですね。よし、まあ引き強でしょう。なかなか超駒自体はちゃんと出てくれたんでよかったと思います。はい、まあちょっといろいろ引いたんですけど、まあ今年もねやっぱ天井帯ということで、じゃあ天井まで行ったんで、でもここまで来るとさ40枚消費してさ、エンリルの2体目みたいなところもねなくはないよね。でも関係ない、俺はギルガメッシュを取る。あれ、あー回収してなかったポイント。じゃあギルガメッシュ交換して今回終わります。あざした。37? ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。 37? え、3? あと3回10連引いたらさエンリル2体目取れるってこと？うわマジか。え、でもさ3回10連引くってことはあと100個必要なのか。100個ってあといくらな。5000円出したらエンリル2体目取れるって書いてます。まあ、下手するとギルガメッシュの2体目も取れる可能性はある。いや、いらない。やっぱいいわ。あ、ちょっと待って。か。これ一応、案がある。もう一個。これ、あ、俺エストレイリア持ってないんだ。俺エストレイリア持ってねえわ。あとは？え、これさ、ヤタガラス27枚か。高え。まあでもこれギルガメッシュだな。交換します、ギルガメッシュ。はい、やめます。ちょっとさすがにだいぶあの2周年も控えてるんでここまでにしておきます。じゃあ終わります。ちょっと性能解説からガチャまでね結構長時間お付き合いありがとうございました。ちょっと40分ぐらいになっちゃったと思うんですけど、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと顔出しでやしまったんですけど、多分次の動画からは顔出しじゃないようになるかな。もしくは初夢のかけらの解説動画も出そうと思うので、それも解説で やっちゃおうかなって感じかな。顔出し重要あったら今後も増やしていこうかなって思ってるんですけど、よかったらその感想もどうかお願いします。あとは最初の参考にあったとかありましたら、高評価チャンネルとか、あとガチャ引いた方もぜひぜひコメントください。じゃあ、今年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。